暑いわなこれ。よいしょ、中からやってきますよ。やばい時は右のスライドを多めにしてかわしていく。ほらほら、ベイトが逃げる。ほら、来ました、またベイトが、いつもよりちょっと潜ってるような感じですかね。なんかベイトがいつももうちょっと表面をキラ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 泳いでるんですけど、この子たちは20センチぐらいの下を泳いでますね。サッパなのかな。ちょっとなんかでも対抗があるように見えるんですけどね。昨日ストリームデーモンの動画ちょっと見てたら、あれですね、出るの遅くなっちゃいました。結構前からあるんですね、あれ。中野大輔さんでしたっけ、小野大輔さんでしたっけ。小野大輔さんは声優か。中野大輔さんっていう方がね、開発したっぽいですけど、すごい画質が悪くてちょっとびっくりしましたけどね。結構だから昔からあるんだなっていうのが、それでもすごい実感できました、映像の荒さから。わあ、びっくりした。母稲子が暴れただけだ。チョウイとかは今すっごいちょうどいい感じしますけど、チョウイが超ちょうどいい感じしますけど、朝からキレッキレですけどね。今日はコンプレッションシャツみたいなのに、上に普通にこのワークマン、ワークマンですね。全然力まない方が飛びますね。やっぱり力んでいいやってやると飛ばないんだよな。いや、ちょっと本当に皆さん、これあれですよ、日本で持ってきた方がいいですよ。ポカリスエットと水と両方持ってきた方がいいと思います。で、ポカリは本当に補給なので、もう常温でいいと思うんですよ。まあ温まっちゃうと思うんで、常温で持ってきてもらって、で、もう一個の方にちっちゃい350ぐらいの、僕のパターンなんですけど、魔法瓶っていうか、あの水筒を持ってきて、冷えないやつ、あ、溶けないやつで、氷しっかり入れて、水ですね、こっちは。で、水入れて、そうすると水だったら頭からかぶれるじゃないですか。ポカリだと頭からさすがにかぶれないんで、ベタベタになっちゃうんで、なので、ポカリは、まあ、常温で、まあ両方とも水筒がいいですけど、その重くなっちゃうんで、水だとね、氷水にしとけば頭からかぶれたりするんで、いいかなと思いますよ。おすすめですね。一応この金ギラ銀の方でも頭のところだけ黄色になってるんで、それだけでも全然見えます。ここは黄色いんで。なんか名前がダンチレモンの方が先行しちゃってて、どっちが売れるんだろうっていう気がして楽しみなんですけど、私全然差がついちゃったりとか、同じぐらいだったりとか、結果はすごい楽しみですね。全然売れなかったら嫌ですけど、やばいですけど、結構ね、休みの日に色考えたんですよね。あの、まあ自分が欲しい色を作ったわけですけどね。もう絶対視認性がいい方も絶対良かったですし、この海面から出てる頭なんてのは魚から見えないわけなんで、
もう黄色とかピンク一択でいいと思うんですよね。トップウォーターって雷魚のフロックとかでもそうなんですけど、魚から見えないんですから、ほぼ多分それなのにリアルカラーにする必要はないです。あ、ちょっと待ってください、ちょっと早めにしちゃってますけど、いやー、やっぱこれ下半ズボンの方がそろそろいい時期って感じますね。もう暑い、イメージで言うと僕の中では耐えられても、そうですね、耐えられても1時間ぐらいですかね。1時間でちょっと一回なんか日陰とか入るとか、車に戻ってちょっと休憩とか、そういう感じなことしたいなっていうぐらいの暑さですね。これから、あ、今、8時7分なんですけど、7月1日、7月ですね、やっと7月来た。8時7分なんですけど、まあ1時間半ぐらいかな。そしたらもう一旦休憩しに戻らないとっていうノリです。気温とか、水の色はすごいいいと思いますよこれ。あー、すごい、やっぱベイトいる。でもこのちっちゃい子たちを食ってるんだったら、そうだな、シャルダスとかの方がいいのかもしれないですけどね。難しいですね。もうちょっと見えないところに中型のベイトがいるかもしれないし、はたまたもっと大きいこの城がいるかもしれないし、よし、いい感じ。友達が、僕が見た赤目の動画のリンクを送ったら、再来週行きましょうとっていう行きてーと思いましたけどね。なかなか高知県は遠いよな。行きたいですけどね。あの、僕高知はもう何回も行ってるんですけど、もちろん赤目は連れたこともないんですけど、あの、まあ、姿は見たことありますけどね、赤目釣ったことないんですけど、あの、旅行した気分になるんですよ、すっごい。あの、なんですかね、前も言いましたけど、コンビニの店員さんの温めますかとか、そういう言葉だけでも、なんていうんですかね、その年齢にもよりますけど、その店員さんの地方の土佐弁っていうんですかね、なんですか、その高知弁っていうわけじゃないんでしょうけど、その言葉がすごく聞き慣れないっていうか、なんか映画の中の世界の言葉みたいで、うわ、来てるな俺今ここにって感じがすごいするんですよね。はい、っていう感じでですね、今日はこの辺で終わりたいかなと思います。あ、ちょっとでも今のボイルっぽいっすよ。はい、見てなかったからなんとも言えないですけど、で本当にちょっと皆さん、旧江戸川に限らないことなんですけど、暑いので、でこのマスクももうね、もう今ちょっと僕はしてますけど、外していいと思います。まあ顎に下げとくとか、でまあ人がね通る時とか、なんか釣れますかとか話す時だけ上げてもいいかもしれないですけど、もうしてたら本当は危ないと思うんで、暑くて暑くてしょうがないと思います。体の体温が下がりにくいと思うんでね、その辺大丈夫だと思うんで、皆さんもマスクはずらして釣りした方がいいでしょう。はい、では、今日はこんな感じで、最後に舞浜火災側の方は今秀吉さんがあちらに行ってますけどしかいらっしゃらなくて、団地前もあんまりいらっしゃらなかったですね。で浦安側は1名2名3名、3名4名5名、6名ですね。はい、だからやっぱ暑いからいつもより少ないかなって感じがします。はい、ありがとうございました。ではバイト行きます。ちょっと秀吉さんと少しお話ししていきたいと思います。では失礼します。バイト行きます。